はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回はですね、先日ゲットいたしました、まあ、先日っていうか先ほどなんですけれども、ラギーブルームバースデーのパーソナルストーリー見ていこうかなと思います。いや本当に神引きをしてしまいましたよね。もうまさかまさかあんな結果になるなんて思ってもみなくて、ラギーブッチは2年連続本当に私を惑わせてしまうもう愛してしまいますよね、ラギーブッチという男。本当にパソストも楽しみにしておりました。あとグルービーもね、どんなグルービーになるか本当に楽しみ。あ、はい、お迎えは先日ゲットいたしました。こちらも神引きいたしました。つぶしての、カリムくんですね。いや、パーソナルストーリー見るのも楽しみです。下旬にね、27日に見ようかなと思っております。あー楽しみ。ラギーブッチ。ラギーブッチくん語彙なくなっちゃうよね。はい、ということで、ブルームバースデーのハッピーバースデー1話、ルクハンとの、絡みですね。まあ、ルクハンはみんな、サバナクロみんなにも恐れられてる。あ、かわいい。ちょっと待って、この歌めちゃくちゃかわいいんですけど、しょっぱなからラギーブッチがめっちゃかわいいです。すごいかわいい。あ、そろそろルクハンが来ますね。まあ、祝ってくれるであろうとは思うけれども。これは怪しいです。ムシュータンポポ早速言ってくれました。かわいいですね、ムシュータンポポという呼び名。ありがとうございます。インタビュアーの、ルークハントが来ましたちょっと嫌がってますね、これ汗かいてますよ。いや、まあサバのクローのみんな多分本能で分かってるんだろうな、ハンター来たぞってねはい、ということで、早速インタビューの方始まりそうな感じ、始まりそうですね。もうなんかせかしてますもんね飛行術の話ですね、きっとね。あ、はい。飛行術は得意ですか不得意ですかということで。いや、でもマジフトしてるから得意ですよね、きっとね。うん。そうだよね。やっぱ部活でもやってますしね。ああ、そうなんだ。ああ、普通ぐらいなんだ。意外ですね。うん。そう。うんうん、そうでした。あ、見ました。それ、リズミック。マジフトのあの、リズミックで見ました。2章のあの。うん。あー、すごい分析力。あ、やっぱりそうなんだ。あー、そっか。まあ確かにね、総合的に判断されてしまうからね。うん。すごい。あ、そうなんだ。得意そうですね、ラギさんね。いや、見たい。飛行術してるとこ。あー、そう。あー、やっぱりスラムで。あー、経験したことが今のこれにつながってるんだ。あ、なるほどね。そういう系が苦手なんだ。ああ、かわいい。あ、この顔。やっぱりこの顔が一番好き。ラギーブッチの。うん。あ、そうか。これ、初出し情報。あれ、前も言ってたっけ？ディフクって言ってたよ。ロレツがやばい。ディスクシーフって呼ばれているみたいですね。泥棒ですって、ちょっと物騒ですね。もう、ルクハンは何でも知っているからね。あ、そっか。エペペを通して、あ、そっかそっか。同じポムのね。わー、下級生。うん。いや、そんなことはもうそれだけ、ラギタンが有名ってことなんですよ。え、てかちょっと待って。お耳可愛くない今、全然関係ないことになっちゃった。見てください。この、うわぁ、やっぱりね、獣人族ってこのお耳が可愛いですよね。見て、このさ、帽子から、この魔法の帽子か、魔法の帽子っていうか。今かぶっている帽子からピョコーンって、あ、こんなに大きかったっけお耳っていうぐらい、なんかお耳強調されてるんですけど、ラギターのめちゃかわいいあ、ごめんなさい、全然話聞いてなかった。私はもうラギターの可愛さの謎をもう突き詰めたいという感じなんですけれども、うん、追いかけっこするの今からルクハンと、あ、やだ、ちょっと、むしろ私を追いかけてくれよっていう感じするのは終わりましたねはい、ブルームバースデーハッピーバースデー1話が終わりまして、楽しかったですねということで、次も授業系の質問ですね。ハッピーバースデーの2話が、始まります。どんな質問で来るんですかね。あ、はい、得意な授業は何ですかということで、あ、そうですね、ラギタンはずっとあの動物言語学得意だって言ってますし、ネズミ相手でもすごいですね。あの
両服のパソストでもその動物言語学をね、遺憾なく発揮して頑張っておりましたので。あ、しかも勉強したわけじゃないんだ。あ、へえ、あ、そっか、スラムにいた時から。素晴らしい。魔法を発言してからやっぱりこう周りの動物たちといっぱい喋ってたんだ。うん、ああ、そうですね。もうラギーといえばバイト。まあお金稼ぎがね、ラギターの趣味でもありますからね。うん。ああ、ねえ、やっぱルチウスタントもね、あんなに喋ってたからね。うん。あ、確かに。やっぱそれは才能なんだろうね。うん。うん、私も感心します。本当にラギターってね。本当に素敵だよ。あら、かわいい笑顔。あ、そうなんだ。あ、まあいいです。好きこそものの上手なれて言いますしね。あ、合ってるっけ。ちょっと学がないもので。あ、そうか、バイトにも、役に立っているみたいですね。うん、私も詳しい話を聞かせてほしいんだがっていう。うん。うんうん。あ、なるほど。ペットシッターやってる。素敵。いや、似合う。もうラギタ、なんかそういう、なんかお世話するの、すごく似合いますよね。うん。あ、そうなんだ。猫ちゃん心配ですね。うんうん。かわいい。なんて言ったんだろう。あー、なるほどね。まあ、これあるあるですね。うん。うんうん。あ、そうなんだ。まあ確かにね。野良ではそういうことなさそうですけれども、やっぱり飼ってるとね。うん。カリカリじゃね。ただのカリカリじゃ、ちょっと飽きちゃうよね。うん。うんうん。あ、提案してあげたんだ。ああ、よかったね。もりもり食べてくれたのかな。うん。あ、そうなんだ。お礼だけに依頼じゃないんだ。そうだね。まさすがラギタ、役に立ってる。うん。あ、そうなんだ。あ、素晴らしい。これがきっかけで。うわー、すごい。うおー、ゴッドペットシッター、ラギーブッチの誕生ですか。まあ確か、ラギーブッチってなんかスラムでは終わったのかな。終わりましたね。はい、ハッピーバースデーの2話が終了いたしました。早いですね。いよいよハッピーバースデーの3話ということで、グルービースチルが、イラストが、うわー、解禁されてしまう、解放されてしまう、どうしよう。どんな感じで魔法、ねえ、使うんだろう、飛行するんだろう、楽しみ。ああ、しかも、インタビューが、休日の過ごし方を教えてくださいということで、バイトですよね、きっとね。ああ、そうですよね。うん。そうだよね。あ、そっか、部活もあるな。部活もね、運動部って確かに、大変だよ。そうだよね。部活もあるし、バイトもあるしで、わー、寝てます、ちゃんと。うん。あ、そうなんだ。いやー、働き者、ラギーブッチ、働き者です。まあ、確かにね、まあ、バイトしたいという気持ちもわかるんだけれども、私はラギーくんが体調を崩さないか本当に心配です。休めるときは休んでね。しかもバイトが、バイトがあんまりうーんっていうときは、同級生とか、ナイトレイブンカレッジ生のお手伝いしてるの？やだ、ちょっと。もうそれなら私がポケットマネーからもう出すよ。小1時間話してもう5000マドルぐらいあげるよ。いやー、時給5000マドルでいかがですか、私の話し相手。むしろしてほしいがっていうね。あ、でもちょっと待って、なんか、ナイトレイブンカレッジ生と、友達と、街に行ったの？やーだー、仲良し。あ、部活のメンバーと行ったんだ。まあ、なんと、いや、愛されてるラギブチ、すごい。いや、そんなわけ、だってさ、いや、仲良くなかったら、そんな誕生日の前祝いつって、じゃあ、ふもとの街行こうぜってならないじゃん。いや、絶対仲良しだよ、マジフト部のみんな。うん、ほら、いや、絶対学生みたい、これ見て。みんなでハンバーガーショップ、うわー、ちょっと待って。街ぶらしたの？しかも、あ、カフェ、うわ。こんなに高校生してるラギーブッチを見れるなんて、なんて素敵なハッピーバースデーなんだろう。もうちょっとこのエピソード至高すぎません？ちゃんと学生してるの、ラギーブッチが。あれ、それもしかしてなんとかフラペチーノかな。
スターバックスのすごいフラペチーノかな流行りのやつかなよかったね、本当に。もう本当に部活とバイトに明け暮れてる、もう3年間になって4年間かになってしまうのかな、ラギブチって思ったから、こうやって、こうやってさ、ちゃんと学生してるラギーブッチを拝めて、私本当に嬉しい。そうか、にもいっぱいもらったんだ。うわーすごい、うわー愛されてるラギーブッチ、うわーすごい語彙がなくなってる。ラギーブッチすごいしか言えなくなってる。あーそうなんだ、すごいね。うわー何人で行ったんだろう。そうやって、うわー 5,6 人で行ったのかな。いっぱい奢ってもらってよかったね。よかったね。こんな笑顔を見れる日が来るなんて。おーおー、終わったか、インタビュー。あ、終わりましたね、最高。いや、ていうか、ちょっと待って、インタビュー史上最高のエピソードだったんだが。やっぱりね、この、まあ、授業系のね、質問も好きなんですけれども、私が一番ね、いや、陽気としてるのが、この最後のやっぱり休日の過ごし方とかも、パーソナルな部分がね、見れるこの質問がブルームバースデーって、本当に素晴らしいですよね。ね、いっぱい飛んでね、ラギーブッチ。健やかで、あれ。グルービーどんなになるんでしょう。どうやって飛ぶんだろう。あと朝か昼か夕方か夜か問題がねあーでもラギーブチなんか天真爛漫な感じが、この、ね、笑顔が素敵だから昼っぽいかな。なんかそんな感じするな、明るい感じで飛ぶ気がするな。ねえ、あとマジフトで、ね、よく逆さまになってるから、逆さまになってたりね、こうアクロバティックな感じの、うわー見せてくれるのかな。うん、あそうだね、パーティーに間に合うようにね。うん、あ、張り切って、あーどうかな、あーどうだ、どうやって飛んでるのかな、うわーどうか、あー素敵、あらららら、アクロバティックはすごい、ヒールがよく見えて素敵すごい、うわー足で乗るタイプで、あーなんかおじたんみたいだね。おじたんもなんかパーフェクトの時になんかね、足で乗ってたりするしね。うわーもしかして、いやー真似てるの、おじたんのことを、やーだいやーちょっとね、ラーギーブッチのパーソナルストーリーに関しては黄色い声援が出ちまったよね楽しすぎて、はい、ということで、ホームタップボイスも最後に聞いていこうかなと思います。誰のこと言ってくれるんだろう、ルークハントのこと。でもなんかあんまりパーソナルストーリーでインタビュアーになった子がホームタップボイスに出てくることあんまりないなって、で経験上ねあったので、別な子がねワードに出てきたらあーのかなーなんてちょっとろれつが思考回路がショート寸前になっております、とりあえず、ブルームバースデーはやっぱりね、スケモン的な背景が似合うので、スケモンの、メインストリートにしておきましょうかね、今回もね。はい、最初は、誰のことを言ってくれるのでしょうか。おー、モブか。うん。なるほどね。まあ、確かに時は金なりですからね。うん、あ、わ、おじたんじゃん。あらららら、あらららら、素敵なエピソード。やっぱりね、後輩のことちゃんと気にかけてて、ラギーブチのこと気にかけてるんだよな。おじたんってレオナ・キングスカラーってそういう男。あ、ちょっと待って、ジャミル・バイパーくん。ジャミル・バイパーくんも、ラギタンに同級生に、プレゼントあげたの、しかもすごいスパイスセットだって。いやー、料理するって、わー、知ってるから。いやー、もう本当に料理男子、料理男子たちのプレゼントがすげえ。じゃあ、ミルバイパークのチョイスよ。あれ？あ、私のこと？うん、あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。違うの。違うの。ラギーに、あんてしてあげたくて、いっぱい取ってきたの。別に自分一人で食べるわけじゃないんで、ごめんね。そんな顔しないで。見て、フォーク二つあるでしょ。ちょっと、あんてしたくて。気持ちが悪いっていうね。あ、エペペだ。あ、そう、リンゴ、やっぱりね、エペペといえば、ねえ。うんうん。他にも宝落としてますね。あとはないかな？うん、ごめんね。あ、ごめん、ジャミルバイパークも気になるけど、お！うんうん。あ、そうな、私のか、うわー、すごい、起点が効いてな、Y 監督生、起点が効いております。ありがとうございます、褒めていただいて。さっきも多めに撮ったのはやっぱりあんしたかったからっていうことで多めに見ていただければ幸いです。
ここまでぐらいですかね。はい、お疲れ様でございました。ご覧いただきましたラギーブルームバースデーのパーソナルストーリーとホームタップボイスだったんですけれども、最高だったね。すごい。しかもラギーブッチのなんか学生な感じがよく見れたパーソナルストーリーで、本当にラギーブッチやっぱ高校生だったんだなって感じました。バイトばっかりしてるからさ、なんか仕事ばっかりしてるからもうなんか社会人まんまな感じがしてたけれどもね、家事もしっかりするしさ、大人だなって思ったけど、まだまだ学生な部分もあったんだなって、素晴らしきパーソナルストーリーでした。本当にお迎えしてよかったです。本当にハッピーバースデーラギーブッチ。はい、ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ウッポマツです。